皆さんこんこにちはは田島大輔です前回はですす前回ね無意識への介入方法としてまずは自分自身の無意識にしていることを意識に上げてそれをコントロールしていくっていうことの練習を紹介したんですね。でそれは3つのポイントがありました。まあ、介入するっていうかその意識に上げてコントロールする、まあ、感覚を身につけていくそのポイントとして3つ紹介しました。まあ、1つは自分自分身の呼吸 呼吸っていうのは私たちが普段無意識にしているもの。で、それが浅ければこう深くしてみたりとか、速くしてみたりとか、いろいろこう変えてみる。なので、まあ、日常の中で、その意識、呼吸を意識に上げるポイントを作って、まあ、それをコントロールしてみる。で、まあ、その今とは違う状態の、 呼吸の仕方になっていけば。大体こう自分自身の呼吸の、まあ普通の状態であればこういう呼吸をしているっていう、その呼吸の深さであるとか、速さであるとか、あるいは仕方っていうのは大体もう自分の中で決まってるので、まあそれをこうコントロールして、それを変えてってみるっていうのはもう変われば、例えば今まですごくあの口から息をしていてすごくそれが早くて浅かった。それが普段からもうゆっくり あの深くまで呼吸し,してで鼻からで吸って口から吐く吐く時にすごくゆっくり吐くようになったって言ったらこれはもうだいぶ無意識が変わっている状態なんですね。でそれはあのいろんなところにいい影響を与えると思います。でもう一つのポイントは自分自身のセルフトーク自分自身に話しかけている、まあ、その言葉を変えていく。 まあ、いきなり変えるのが難しいようであれば、まずはどんなセルフトークをしているのか。私たちは四六時中セルフトークをしています。今、私が話しているこの瞬間も自分自身に対して何かを語りかけています。もしかしたら私の話していることに対して、あ、こう思うとか、いや、それは違うんじゃないかとか、いうこともあるかもしれないですし、あ、そういえば自分は普段こんなことを言ってるなってことに気づかれる方もいるかもしれない。そういうことも含めて全部セルフトークとして、 自分自身が確認しているんですね。自分で自分自身に対して語りかけている言葉が自分自身を作っていきます。自分自身っていうのは自分の自己イメージを作っていくんですね。自分がこうである。自分がこうであるのがふさわしいっていう自分を作っていきます。ですので、そのセルフ投稿を変えていくことができれば、自分自身っていうもの、を自分の自己イメージっていうものが変わっていく。 効果がありますので、まあ、セルフトークをコントロールしていくっていうのは無意識の介入としてすごく効果的なんですね。でもいきなりそれが難しい方は、まずはどんなセルフトークをしているのか？ってことをなるべく意識に上げて、あの観察してみる。そうすると、あ,あ結構1日の中でだいぶネガティブなことを言ってるな。あるいはこういうことをやっている時には自分は。 あの結構前向きなセルフトークをしてるけどなんかこういうことをやろうとしてる時にはネガティブなセルフトークしてんだなってことに気づくかもしれないそうしたらネガティブなセルフトークをしているってことはまあそもそももしかしたらやりたくないことをやっていることに気づくかもしれないですしあるいは単に自分が過去の何かしら誰かから言われたことを取り込んで単に そうであればそのセルフトークは変えてっていいと思うんですね、まあ、そういうふうにセルフトークを変えていくっていうのを無意識の介入としてすごく効果的ですでもう一つは自分自身の足音っていうものも意識に上げてみる、まあ、その足音っていうのは自分自身の体の使い方がいろいろこう現れてるんですねですのででも自分がどんな足音を立ててるのか っていうののは多多分多くの人はあまり自覚的ではないんでですねでも他の人から見たらあの人の足音ってこんな感じあの人が近づいてきてるのは分からんこのドドドドだっていうのはあの人が近づいてきてるなって分かることってありますよね。まあ、それぐらいこう私たちが無意識にやっているその人の何かしらの特徴体の使い方の特徴をが現れているんです。ですのでそれを意識に挙げてみる自分は普段どんな足音してるかな今どんな足音を立てて歩いてるかな。 ってことをなるべくこう意識に上げてみる。でそれを変えてみるかなりバタバタバタって歩いてる人は音をなるべく立てないようにでもあの、まあ、もちろんゆっくり歩けば、ね、立たないかもしれないですけれどもそれも少し早く歩いても立たないためにはどうやっ,たどうやって歩けばいいのかどうやって体を使えばいいのかっていうのはだいぶその自分自身が普段やってる無意識への介入体の使い方の介入になっていきます。 で、それが変えることができたら、今までバタバタバタっていうのがすごく静かに歩けるようになっているんだとしたら、それは自分自身の体の使い方が変わっている。その結果、自分自身が何かしらできること、自分自身の何かしらのパフォーマンスも変わっていく可能性が高いと思うんですね。ですので、まあその呼吸、 言葉そして足音、まあ、この3つのポイント、まあ他にもいろいろあるんですけれども、まあ、この3つのポイントは結構分かりやすいあの意識に上げやすいポイントだと思うのであのこの3つを紹介したんですね。じゃあ、まあ、前回もうちょっと先の応用編も紹介するって言ったので、まあ、ここから紹介していきたいんですけれどもそれはですね今のこの3つ意識に上げてコントロールしましょうっていうのは 今の時点ですよね。今自分がどんな足音を立てているのかとか、今どんな呼吸をしているのかとか、そういう今の自分に対してのコントロールでしたよね。でも私たちは、その未来、何かしらこういうことを実現したい。それを、そのために自分自身を変えていく、無意識を変えていきたいわけです。であれば、今の自分を対して、 呼吸とか言葉とか足音を変えていくっていうのも、もちろんまずスタートポイントとしてこれができるっていうのはすごく大事なことだとですね。でも、じゃあそれだけではなくて、今度はそれに組み合わせて未来の何かしらのイメージを前提にこの3つを変えてみるってうことですね。なので未来のまあゴール、何かしらのゴールに対してそのシチュエーションにおいて自分はどんなセルフトークをしているかなとか、 どんな呼吸をしているかなとか、あるいはどんな足衝突を立てているかなっていうことを、その、それをトレーニングしていくってことです。ですので、まあ、例えば自分が何かしらのゴールがあって、まあ、わかりやすいのであれば、うん、まあ、何かのゴールがあって、そこの達成のためには自分自身が大勢の前で、えっと、講演しているっていう場面が自分のコンフォートゾーンだと。 したとするとその自分がじゃあ仮に1000人の前で壇上の上でこう話しているそのイメージをしながらその時に自分はどんな呼吸をしているのかということをイメージしながら呼吸をコントロールしてみるということですその時に自分がしていたい呼吸の仕方 リラックスしてその中でも自分は大勢を前にしても自分は普段と変わらない自分でいられるように、まあ、その時も深い呼吸をしているそういった状態が自分の未来の望ましいコンフォートゾーンだとしたらそのイメージをしながらその呼吸を意識を向けてコントロールしてみるということです。あるいはその時に自分自身は本番を迎える前から 自分はどんなセルフトークをしているのか、あるいは本番中どんなことを自分自身に語りかけているのか、そういうその未来のそのある場面をイメージしながら、その時にしているセルフトークを自分が今してみるっていうことです。あるいは、じゃあそのステージに向かう途中歩いているでそこもやっぱり自分自身が歩いている時に足音をこうしてるわけですね。そこにドタドタドタって 行ってるのか、あるいはスーッとこう行ってるのかいろんなその、ね、例えば壇上に向かう時にも自分の歩き方ってあると思うんですねあるいは帰っていく時の歩き方もあるかもしれないですそしたらそのイメージをしながら実際に歩いてみるその時に自分がどういうふうに歩いてるかなっていうことを想像しながら実際にその時の体をの使い方をしてみるっていうことです。でそれは、 今の自分自身の呼吸セルフトーク足音をコントロールするっていうのと未来の自分に対してその状態をコントロールしていくっていうのはまたあのちょっと違うと思うんですよねでもまずはベストなのは今の状態をコントロールしていくことから入るのがやりやすいと思いますでもそれがある程度できるようになったら今度は未来の何かしらの場面を想定してこの3つをコントロールしてみる とその時のその自分未来の何かしらのなりたい自分の臨場感がどん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 高まっていくとでしかもそれに対するエフィカシーっていうものも上げやすくなっていきますあるいはその未来の自分のそうなっているってことに対する自分自身のコントロール感というものも臨場感が上がってくるのでまあ、結果的にエフィカシーがあの高まりやすいってことかもしれないですけれどもそれは今の自分に対してまず3つコントロールしてみる。 今度は未来の何かしらの場面を想定してコントロールしてみる。また違う未来の違う場面についてその時のセルフと呼吸あるいは足音をその想像してそのそれを練習してみる。っていうことをいろんな場面でやってみるとその未来に対するその自分に対する臨場感が高まっていく。それは未来の自分が使っている無意識のうんまあ 無意識への介入、無意識の状態を作っていくってことに効果的なので是非その応用編まであのできるようにまずは自分の今の状態をちゃんとこの3つ呼吸とセルフトークと足音をまず意識に上げてコントロールするで今度はアルバムに対してそれをやる、まあ、それをこう両方やっていくとどん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 その自然と未来の方に近づいていくと思います。